わけで今日この動画ではみんなからずっとリクエストいただいていたベーグルの作り方を紹介していきたいと思います。で、今回この動画ではマーツンベーグルで使う材料の紹介であったりとか、あとは詳しい形の作り方とか焼き時間ってどれがいいのかなみたいなところをずっとこう試行錯誤してた部分があったので、その辺とかも一緒にシェアできたらなと思っております。というわけでクッキングスタート。というわけでまずは強力粉を入れます。こちら強力粉は 250g 入れます。よいしょ。入れに入れて、何もまだ特別なことはありません。ベーグル作り正直大切なとこは形作ったり茹でたりするとこなので、混ぜるとこは別に何も気にしなくて大丈夫。で、次お砂糖を入れます。お砂糖は 10g で、次はお塩、お塩を 4g と、これはドライイースト、ドライイーストは 3g 入れて、そしたらここにぬるま湯を 160cc 入れます。で、このヘラで全体をさっくり混ぜます。ベーグルはすごく水分が少ないから、こんなヘラに、なんていうのかな、そんなよほどヘラに生地がいっぱいついちゃってとか、ボウルにいっぱい生地がついてってことはないと思います。こんな感じで生地がまとまってきたら、ヘラから一回生地を全部取って、手に変えてこねていきます。この時の作業がこのボウルやとすごくしやすい。で、最初は全然生地自体にこう粉っぽさというか、生地が粉でコーティングされてる感じをまだ混ざりきってないからね、感じると思うけど、大丈夫。ずっとこうこねていくと、こう水分が全体に混ざっていって、まあ、多少手についたりとかするんやけど、すごく綺麗、ボールが綺麗になっていきます。で、普通のパンやとここですごいこうグルテンを出すためにこねたりとかするんだけど、ベーグルはそれがありません。まあプロの人がね作るベーグルやとしっかりこねてこういう風にしてっていうのがあるんやけど、私がいつも作っている簡単なやり方やと、まあ、ある程度こねてっていうぐらいある程度こねてもうそれで OK って感じなんで、全体がしっかり混ざれば OK です。はい、こんな感じかな。さっきの生地のボロボロと比べると違いが分かるはず。すごいこのペタペタくっつく感じはあるけど、ひとまとまりになってる感じ。これまでだったら1回目の作業工程は終了です。そうしたらこの生地をさっきのタッパーに入れます。で、まあ、一次発酵と呼ばれるものですねするんやけど、よいしょよいしょ。一次発酵はまあだいたい30度ぐらいかな。で、30分いけます。よいしょ。で、夏場やったらこのまま部屋のね温度でいいんやけど、多分秋もまだ大丈夫と思うけど、冬は室温がすごく冷たくなっててなかなか発酵が進まないので、オーブンとかの機能を使っての発酵をおすすめします。でも基本的に30度で30分っていうので大丈夫です。というわけで私は今回はオーブンで寝かします。はい、じゃあ取り出していきましょう。こんな感じかな。うん、ちょっとやっぱり発酵が進んでるので、発酵してる匂いがします。で、生地もすごいもちもちでいい感じです。ほら、すごい伸びが良くなってる。で、切れない生地が、普通のパンやとなんていうのかな、もっと発酵させて、でもっとこうプクって膨れてって感じだけど、ベーグルはこんな感じで表面がちょっと綺麗かなっていうので大丈夫ですはい、じゃあこの生地をどうしていくかというと、ちょっと汚れちゃってんねんけど、私の大切な100均でこれも購入した、なんていうのかな、ベーキングシートになるのかな、になります。これを私はいつも生地がくっ
つかない。まな板とかでちょっとくっつくんやけど、これはくっつかないのでいつもこれを使っています。ちょっと焦げてるところが汚れ取れへんからあれやねんけど、これで生地をカットして形作ってっていうのをこれからしていきます。で、その作業は多分この価格よりもアップの方が見やすいので、カメラアングルチェンジ。というわけでカメラのアングルが変わりまして、生地を分割していきたいと思います。で、生地の分割に関しては4等分なんやけど、よいしょ、ちょっとこんな感じでこの棒状にして、これぐらい、まあ、生地を最初こんな感じ伸ばしやすいように形を適当にこうやってやります。なら伸ばした生地をまずは縦に空気を抜くようにして伸ばします。で、次一回剥がして横向きに置いて横にします。私はこれを何回かちょっと繰り返すんやけど、均一に同じように生地が広がったらそれで OK。 はい、こんな感じで生地ができたら天板を、まあ簡単に言えば3等分に折る、折るやん。で、まあ、ここがさ生地が太いからちょっと形を整えてここ伸ばします。後でで、この空いている部分を指でつまんでいく、つまむ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 、そうすることで中から中がパッと膨らむわけやから、そうで、こういうふうにきれいにつまんだら真ん中から外に生地を伸ばしていく。こうやるとこう空気がこう溜まっちゃうけど、真ん中からやると空気が外に逃げるので綺麗に均一に伸びる。はい、こんな感じ、綺麗に伸びたでしょ。でも私めんどくさいからここまで丁寧にやることはまあそんなないんやけど、まあ、基本のやり方としてこういうふうに伸ばします。で、端っこを綿棒で潰します。潰して伸ばして3センチ分ぐらいを伸ばしたら入れて、これを包みます。で、また下の部分をきれいにくっつけたら、あら、きれいにできました。これでベーグルの生地の形作りが終了です。こういう形が一番きれいかな。この形3等分にします。したらここのつなぎ目をきれいにつないでいきます。はい、きれいにつないだら真ん中から外に伸ばします。はい、こんな感じできれいにできたら、この端っこね、こっちでしょうか、ここを3センチぐらい上から潰してコロコロしていきます。こういう風にこんな形、スコップみたいな、スプーンみたいな、そんな形ができたら外して、ここにこっちの尻尾の生地を入れて、で包みます。で、この包んだここを指で綺麗につないで、ちょっとだけ形を整えてあげたらこれで完成です。OK。じゃあ、綺麗に4つできたので、これをまた30度、35度ぐらいかな。40度まではいかへんねんけど、30、35度ぐらいで30分ぐらい。2倍にならへんくてもいいけど、ちょっと大きくなるまで発酵させていきます。
生地自体はこんな感じで発酵は終了です。で、この間に絶対にやらないといけないのがオーブンの予熱。なぜかというと、まあ、30秒ずつ裏表をこれから茹でるのね。で、茹でた後に5分も置いておくと生地がギュッてしぼんじゃうので、そのしぼんだのがシワになったりとか、こう見た目がね、ベーグルつるんとしてるのがいいと思うんやけど、それを防ぐために、シワをね防ぐために、茹でたらすぐ焼きます。なので、ちょっとこのお湯とかいろいろ用意する間に200度でオーブンを予熱しております。というわけで次の工程、あ、見えるかな、この辺、これがパーフェクト、これで茹でたらいい。よいしょ、2個ずつ湯がきます。お、熱も完了。茹でた生地をすぐに焼きます。じゃじゃーん、完成しました。ちょっと暑いからうまいこと入れられへんけど、すっごいツヤ感もパーフェクト、シワもありませんね。あんまりちょっとこの辺はどうしてもあるけど、これとかすごい綺麗じゃない。ここに指入れると暑いからお箸をこへん、この子やねんけど、ちょっとシワっぽくなってるの分かる？この辺で、この子は私が二次発酵の後にこう取る時にちょっとポッて、なんていうのかな、強めに握っちゃって、その二次発酵のいい感じのガスがちょい抜けした気がしたの。そしたら案の定やっぱりシワついてますね。でもまあ綺麗にできました。お疲れ様です。で、逆にめちゃめちゃ綺麗にできてる、まあ、残り3つも両方綺麗だけど、こっちが綺麗だな。この子すっごい綺麗にできてますね。これは30秒両方湯がいて、二次発酵から取る時も綺麗に取れた子です。ツルツルです。裏面も綺麗です。はい、こんな感じで完成です。というわけで今日のベーグル作りはこんな感じで終了です。で、これの保存方法、熱が取れたらラップして冷凍、もしくは袋に入れて冷蔵で保存します。というわけで今日も私の動画を皆さん見てくださってありがとうございました。また作ってみたよとか、ここもうちょっとなんか分からへんから教えてほしいっていうのがあればコメント欄に書いてくれれば、可能な限りは返答していこうと思うので、ぜひぜひ何でも聞いてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。